はい、皆さんこんにちは、旅の助です。ファーミングシミュレーター22、続きをやっていきましょう。また動画の収録外でね、あの牧草をサイレージベールにしておりますが、今回は前々回の動画でやっていた、トウモロコシですね、スイートコーン、こちらの、ね、収穫を今回やっていきたいと思います。ちょうど目の前に見えてきた畑、これがねトウモロコシで、現在季節10月となっております。トウモロコシの、ね、収穫の時期となりましたので、このトウモロコシを、ね、今回刈り取っていきたいと思います。じゃあトラクターをここに一旦止めて、ちょっと様子見ましょう。はい、こちらがトウモロコシです。本来はコーンサイレージですね、やりたいんですけど、サイレージバンカーがまだできてませんので、このトウモロコシの実ですよ、実どこだちょっと見にくい、トウモロコシの実があるわけなんですけど、これをね回収して売却するということを今回やっていきたいと思います。ショップメニュー出します。今回も、前回の小麦の時と同じく収穫機をねリースしていきたいと思います。我が農場の収穫機非常に小さいんで、これだけでかい畑をやると非常に時間がかかってしまいますんで、今回はこちらですね、このフェントとマステンマガソン、アイディアルでいいのかな、多分 OEM なんで同じ車種なんですけど、まあ、ステファーさんにしようか。こちらの黒塗りのコンバインハーベスター、これをリースしたいと思います。一応エンジンの構成が変えれるんだ。安くなるな。拡張書だって、何が拡張されるの。あ、これか、このここの量が拡張されるんですね。へえ、これ9にすると8、9。いくら？これでちょっと追加料金がかかると。へぇまあせっかくなんでリースなんで、これでかいのにしとこう。よし、リースだ。はい。そしたら、コーンヘッダーですよ。トウモロコシなんでコーンヘッダーが必要になります。で、これ関連機器で見ると、こちらですね。こちらが、なんだろう、キャペロのダイヤマント12でいいのかな、こちらのコーンヘッダーをねリースしたいと思います。はい、リース。はい、でコーンヘッダーは確かねカッタートレーラーいらないんですよ。なんでちょっとショップに受け取りいきましょう。はい、こちらですね、黒塗りのコンバインハーベスター、マステイ・ファーガソンのロゴが入ってますが、こちらのコーンハーベスターに、お隣にあるコーンヘッダーですね、コーンハーベスターじゃねえあのコンバインハーベスターにコーンヘッダーを取り付けて、農場の方、補助の方に向かっていきたいと思います。車内はこんな感じです。いや、やっぱ広いというかすごい近代的ですよね。そしてこの運転席がこう曲面ガラスなんでね、すごい見やすいんですよ。じゃあ、コーンヘッダーを取り付けます。ガチャコーン。はい、もうほぼコンバインハーベスターの幅と同じ幅なんで、なんとかギリ行動走ってるんじゃないですかね。関連機器でカッタートレーラー出ないんで、多分これで問題ないはずです。多分日本じゃほとんど見かけないですね、これこの手のタイプ。じゃあ、補助の方に向かっていきたいと思います。ではでは補助に到着ですね。そしたらあれですね、ヘルパーさんにお任せしたいんですけど、お任せするその前に外周ですよ外周だけは多分プレイヤーがやらないというちょっと厳しい部分があると思うんで、じゃあコーンヘッダーをまず展開しましょう。コーンヘッダーを展開。いやー、いいですね、なんか手がわっとこう広がるみたいそしたら、コンバインハーベスター、コンバインの方も展開しましょう。コンバイン展開だ。はい、開いてますね。はい、開き終わりました。じゃあまず畑の外周だけプレイヤー、私で、手動で買っていきたいと思います。じゃあ手動で買いましょう。エンジン手動だ。よし、じゃあ買っていくぞ。ゆら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 これいいですね、この、トウモロコシがこう揺れながら回収される、この回収機にヘッダーに回収されるシーンが。そして後ろ見ましょう。いや、後ろの窓が広い
これですね、トウモロコシスイートコーンなんで、こうトウモロコシの実だけ入れてるって形ですね。あ、まっすぐ入れてないまっすぐできてない。ちょっと外部視点で見ますよ。いいですね、トウモロコシの実だけ回収して、トウモロコシ以外のものはこうね、外から出すという形ですね。じゃあこのままちょっと外周をやっていきましょう。この微妙な曲線を。はい、外周が終わりました。ちょっとカニ残しがあるんで、ここだけ買っちゃおう。じゃあこれでカニ残しも終わったんで、向こう側行ったらヘルパーさんにお任せしましょう。じゃあこれでヘルパーさんにお任せだ。そしたら、このトウモロコシコーンをちょっと回収していきましょう。じゃあこれでトウモロコシを受け取りたいと思います。大が来てるかな。あ、来た来た来た、トウモロコシ入ってますね。ハーベスター側の中も見えるんで、減ってるのも分かりますね。これちょっと展開しましょう。そしたらトウモロコシはどうしよう、売却しちゃいますか。トウモロコシの最高値じゃなかった。季節で見ると1月か、今は確か10月ですよね。10月なんで、1月か6月まで待ってもいいんですけど、1月も一応かなり高値ですんで、1月の段階で、最高値はやっぱりゴールドクロスバレーかまだトウモロコシは生産チェーンに組み込まれてないんで、とりあえず今回トウモロコシは適当なところで売却しましょう。まあゴールドクロスバレーかな駅の穀物サイロに入れましょう。はい、そしたら、ヘルパーさんにやってもらってる間時間があるんで、契約やろうか。契約で、そうそう、私ね1個ちょっとお詫びというか訂正しないといけないことがあったんで、ちょっとこの契約やります。はい、ちょっとショップ行きますよ。はい、こちらのジョンディアの7810のトラクターなんですけど、ちょっとね、為之助の説明がちょっと至らなかったというか、分かってなかった部分があるんで、車内見ます。車内にある副変速パワーシフトなんですけど、まあ、ちょっとエンジン入れますよ。今エンジン入れて A レンジから D レンジに入れたんですけど、ちょっと発進します。まず A レンジに入ります。 B レンジ、C レンジ、D レンジ、そして E レンジですね。これ旅の時やった時これ気づかなかったんですけど、なんかかなり初期の方の動画で C はクリープだなんてカッコつけて言ってたんですけど、あれですよね、単純にこれ副変速アルファベット順に並んでるだけですよねなんだろう、車内視点じゃなくてこの下のアイコン見れば ABCDE に並んでるの分かったはずなんだけど、
なんか旅の助これ頭文字だと思ってカッコつけてクリープだなんだかんだ言ってたんですけど、単純にアルファベット順に副変則並んでるだけでした。ちょっとこれ発信してみますか。 A B C D でちょっと間を空いて E というね、たったそれだけの話ですね。じゃあちょっと契約受けてるんで、ちょっとこの契約だけやっていきましょう。では28番の畑を耕すという契約ですね。耕すっていうのは多分方言なんですよ。すげえ坂だな。じゃあこちらヘルパーさんにお任せしましょう。ヘルパーさんにお任せだ。ではトウモロコシですね、 80% まで来てるんで、これを受け取りましょう。一応ですね、外周旅之助が刈り取ったんですけど、やっぱヘルパーさんでも若干刈り残しがありますね。これやっぱあれかな、種植えたやつが悪いってことかな。まあ、ここいいですね、刈り取ってあるんで多分楽々 U ターンできるはずです。ヘルパーさんでもこれぐらい距離があれば多分 U ターンできるんですよ。バイ行かずにやっぱりバックするんだ。じゃあヘルパーさんと歩調を合わせて、トウモロコシを受け取りたいと思います。ちょっとこの辺はあれですね、オートクルーズをうまいこと前後させて調整したいですよね。全然入ってないぞ。入ってる？入ってないですよね。もっと前に行かないといけないのかな。ここね、ちょうどパイプ大賀が見えないんですよ。もっと速い方がいいのか。12キロぐらいで。違うな、 もっと外か。パイプの位置が分かんねえんだよ、これ。ここですね。ここで入るか。じゃあ、8キロぐらいで。あ、来た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 。難しいな、ここだ、ここ。ここがセンターだ。10キロ、10キロで固定。オートクルーズ10キロで固定。あ、もう終わっちゃった。全然受け取れてないんじゃない？あ、でも今受け取ってますね。増えてきた増えてきた。あ、今質量マックスになっちゃいましたね。じゃあちょっと駅のサイロに、ね、収めていきたいと思います。じゃあ、収穫したトウモロコシを、おっとっと、収穫したトウモロコシを駅のサイロに入れましょう。はい、じゃあ荷下ろし、トウモロコシ荷下ろしだ。あ、いいですね、入れてますね。あ、いいですね。じゃあ補助の方に戻りますか。一応これが下がるの待ってからにしよう。すごいガンガンになりますよね。この辺リアルなんだよな。いや、早いじゃないですか。なんかもう半分ぐらいもう補助を収穫してますよ。やっぱでかいでかいハーベスターいいな。
ではこれでちょっと待ち時間が発生するんで、その間あれですね、この補助トウモロコシや根菜類なんでジャガイモや天菜をやった場合すき込みが必要になりますんで、ちょっとプラウを借りてきてこの畑をね、プラウがけすき込みやっていきたいと思います。じゃあ、こちらのジョンディアの、6R シリーズですね。このトラクター300馬力あります。で今私の農場にもあのプラウがあるんですけど、ものすごい小さいプラウなんですよ。これですね、100馬力クラス、遺跡のトラクターでも引けるようになってるんで、細かいところはねこのプラウを使うんですけど、あのでかい補助をこのプラウですき込むとものすごい時間かかってしまいますんで、ちょっとレンタル行きましょう。はい、ではショップの方にやってまいりました。プラウですね、でかいプラウ欲しいな。300馬力あるんで、これやってもいいんですけど、どうしてもね、なんだろう、畑の端で抜けができてしまうんで、ちょっとワンランク小さい、こちらのプラウ借りてきますか。エコマット?こちらのプラウです。で、なんかカスタマイズできますね。なんだろう、パックコマット?なんだろうこれちょっとよくわかんないものがついてるんですけど、ちょっと面白そうなんでこれでいきますか。ちょっとじゃあこれを購入だ。$30,000、まあ大丈夫でしょう。はい、今後多分トウモロコシをね定期的にやっていくんでプラウが必要になりますんで、こちらのプラウ購入してやっていきたいと思います。ただなんか右側に車輪っぽいのが出てきましたね。なんだろうこれあれかな、静電気でも抜くのかなこれ。じゃあ取り付けます。そして、展開、はい、あそういう風に立ててあそうこうなるんだ一応これが今運搬モードですんで、これでちょっと補助の方に向かいたいと思います。はい、では補助に到着したんで、ちょっとプラウを展開していきたいと思う。プラウ展開だ。で、1個気になるのがあるんで、ちょっとヘルプ出しますよ。プラウを収納はいいんですけど、これですよ。向かって左側についてるこれ。これ何なのかな?パッカーって何なんだろう。ちょっと一回プラウを回転させましょう。プラウを回転させる。これパッカーはどうなるんだ。ああこうなるのね。はいはい、ちょっとこのパッカーがよくわかんないんですけど、なんだろう、静電気の除去かなちょっとプラをかけながら様子見たいと思います。じゃあ畑に整体してプラを下ろします。プラを下ろすぞ。プラを下ろす。じゃあこれでオートクルーズで見てみましょう。オートクルーズだ。はい、このパッカーの役割がいまいちわからない。でもあれですね、なんか畑見るとあれですね、畝みたいなのがなくなってますよね。なんだろう、若干土を鳴らすような効果があるのかな。メニューを見るとパッカーを無効化するっていうのがありますね。無効化しよう。パッカー無効化だ。あ、上に上がるのねとりあえずよくわかんないですよ。ちょっとパッカー使ってみましょう。パッカー有効。そうだ、これプラウをかけると石が出てくるんだじゃあ行きます。じゃあプラウを下げて発進。いや、これは時間かかりそうだなヘルパーさんに任せよう。ヘルパーさんにお任せだ。このパッカーがすごい気になりますね。なんか効果があるのかな。パッカーってなんだろう。今ここの畑ですね、すき込みとパッカーかけてるんですけど、パッカーってなんだ、シュレッダーの一部かな。苗代になってるよとしてなんか白くなってますよね。なんだろう、このパッカーって苗代の効果があるのかな。
でなんかやっぱ白くなってますよね。あ、なんか意味あるのかなこれ。ちょっとこれ面白そうなんで、このまま やらせてみましょう。これですよ、このパッカーが降りたところ。ここがなんか地図でデータで見ると苗代になってるんで、ここですよ、ここ。プラウをかけたばっかの場所は、あ、でも同じか、表示同じよくわからないとりあえず様子を見たいんで、このままヘルパーさんにお任せしましょう。そしたらトウモロコシが間もなくいっぱいになると思うんで、一回ハーベスターコンバイン止めようか。ちょっと一回ここまで来たらコンバイン止めましょう。はい、一回コンバインを止めて大賀パイプを出します。じゃあ受け取りに行きましょう。いや早いですね、もう3分の2まで来たやっぱでかいハーベスター必要だな。さあもう満タンになっちゃうんじゃないか、トレーラー途中で止まっちゃいそうだな。あ、全部行くか。あ、これも満タンですね。じゃあコンバインの方はヘルパーさんにお任せして、またトラクターに乗って、穀物工場の方に運びましょう。じゃあこちらはヘルパーさんにお任せして、私は穀物工場に向かいます。はい、トウモロコシダバー。いや早いですね、やっぱでかいハーベスター。もう最後の1列ですよ。じゃあこれを受け取って、そしたらもうリース品返しましょうリース料取られちゃうんで。じゃあ最後のトウモロコシ入れます。ダバー。はい、というわけで今回はですね、トウモロコシの収穫ですね、コーンサイレージができなかったんでスイートコーンということで、トウモロコシの実ですよ、スイートコーンを穀物工場東に、収穫した後搬送した。そして、これですね、すき込み、今回はすき込みの機能にパッカーだったかな、あの謎の機能があったんで、謎のアタッチメントを取り付けてみたら、何やら苗代ということでかなり畑の状態が良くなったと思うんで、これが多分なんだろう、生産ボーナスに寄与するのかしないのかはちょっと今後の展開によりけりなんですけども、をやったというところで今回動画をお別れしたいと思います。かなりでもやっぱなんだろう、すき込んだとは思えないような形の畑になってますね。これはこれでなんかあれかな、高機能ってことかな。はい、じゃあ、このプラウ掛けするジョンディアのトラクターを見て今回お別れです。それでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。